シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週末公開作品7月19、20日公開の作品について語りながら、今週のシネマサロン課題作品を決めていきたいと思います。では早速お願いします。だいぶ暖かくなってきましたちょっと今日ギリギリになっちゃって暑い。僕もあの今日からバス通勤にしました。竹内さん快適そうに登場。全然今日は汗もほとんどかかる。私は逆で、そうですね、電車がちょっと遅れたためにギリギリになって汗だくです。今週は二重丸はありません。丸の1本目、墓泥棒と失われた女神ということで、2023年のイタリア、フランス、スイス、トルコ映画ということですね。監督脚本はリーチェ・ロルバルケルということで、ロルバケルということで、すごく嘱望されてる監督ですよね。僕ね、でもまだ1本も見たことないんですよ、縁がないのか。なので今回はぜひ見てみたいなというふうに思ってます。これはカンヌ国際映画祭に出品されまして、シカゴでは、シカゴ国際映画祭ではシルバーヒューゴー2部門取ってますね。撮影賞とアンサンブルキャスト賞の2部門で、シルバーヒューゴー、それからイタリアのアカデミー賞と言われているダビド・デ・ドナテロ賞も13部門の候補になってますね。1個も取れなかったみたいだけど。それからヨーロッパ映画賞は2部門、美術監督賞かなを受賞している。それからあとナショナルボードオブレビューはトップインターナショナルフィルムの5本に選ばれているということですね。アリーチェ・ロルバケル監督は1981年生まれで43歳ですから、まだ結構若いですね。まあ、夏を行く人々でカンヌ国際映画祭の審査員グランプリ、幸福ならざるでカンヌ国際映画祭の脚本賞などを受賞して、カンヌはもう常連なんですね。まだだから、パルムドールは取ってないから、きっと今後どっかで取っていくのかなというふうに思いますけどね。いうことで、主演はこの間も、この間何見たんだっけ、ジョシュ・オコナーってね。去年はあの日曜日、あ、そっか、チャレンジャーズです、ね、チャレンジャーズの、別れた方の、そうですね、方を演じてたジョシュ・オコナー、あとイングリッド・バーグマンの娘であるイザベラ・ロッセリニからアルチェ・ロルバケル監督のお姉さんだっけ、妹だったっけ、アルバ・ロルバケルなどが出演してますね。まあ2時間10分だからちょっと長いけど、まあ普通ですよね。ということで普通に見やすいと思うので、これは1本目の丸と。2本目の丸も外国映画で How to have sex ということで、2023年のイギリス、ギリシャ、フランス、ベルギー映画、バフタイギリスアカデミー賞で3部門の候補になって、カンヌ国際映画祭ではある視点部門に出品され、ある視点部門最優秀作品賞、ヨーロッパ映画賞では3部門の候補になって、ヨーロッパのディスカバリー発見、まあ新人賞ですねを受賞していると。それからイギリスインディペンデントスピリットアウトでは13部門の候補になっているということで、まあ多国籍なんで、まあいろんなところの国で評価された映画ということでね。でまだ監督も若いですね。監督脚本はモリー・マニング・ウォーカーということで、1993年生まれ31歳で、今回が初長編監督ということで、現在、公開上映中のスクラッパースクラッパーの撮影を担当しているということで、まあ、撮影監督として最初に有名になったみたい。でもまだ31歳の若さですからね、まあ、かなり早くから彼女は認められた撮影監督ってことが言えるんじゃないかな。でも今回撮影は担当してないんだよね、監督脚本だけだと思います。でまあ例によってこう海外のバケーションに行って初体験みたいな、そういう映画らしいんですけど、単にそれで終わらないのは多分ある視点部門の、最優秀作品賞を受賞していることでも伺えるんじゃないかなということ、一体どんな風に描いてるのかなという楽しみはありますよね。ちょっとぜひ見てみたいと思いました。
3本目の丸、バケネコアンズちゃんということで、山下信弘監督とアニメ作家の久野陽子さんがタッグを組みましてアニメーション映画を撮ったということですね。アヌシ国際アニメーション映画祭で出品されて、カンヌ国際映画祭では監督週間に出てますね。で、もともとこの、久野陽子監督はですね、大学時代のなんか卒業制作かなんかで認められて、岩井俊二監督の花とアリスをロトスコープ手法で映画化に協力したということなんですね。このロトスコープ方式っていうのは、まあ、いわゆる役者さんが演技をしてそれにアニメーションで上付けをしていくっていう、あれもう一つあるじゃん、こういうモーションキャプチャーか、まあ、あの俳優さんがねモーションキャプチャーで演技をしてそれを元に動きを、アニメ化するっていう方法もありますけど、このロトスコープっていう方式はそのほぼ役者さんに上塗りしていくみたいな形らしいんだよね。で、そのだから一回映画を撮影してその撮影した絵にアニメーションを加えていくっていうそういう方式みたいですね。まあ、間違ってたらごめんなさい、あのアニメ詳しい方、まあ、説明していただければいいかと思うんですけど、で声もその時に、撮ったフィルムで演技をしている声をそのまま使ってるんですよ、ね、ということで、まあ、主演も森山未来、さんが主演で、アンズちゃんの声は森山さんがやってるんだよね。まあ、その他あのこの少女は後藤これなんて読むんだろうね、キアちゃん、後藤ノアさん、まあ、これでノアって読むんだ、後藤ノアちゃん読めないよね、ちょっと。それから青木宗隆、市川美和子、鈴木圭一、水沢慎吾、宇野昌平など、まあ、あの歴戦の有志が出演してますね。鈴木さんは今回音楽も担当しているということで、まあ、そう言われてみるとですね、その演技の上にアニメーションをつけるっていうね、非常に面白いこのロトスコープ手法、どういうもんかぜひ見てみたいなということで、まあ、山下監督ということもあり丸にしてみました。まあ、カンヌ国際映画祭の監督週間にもね出品されてるということで、これチラシ裏面にね、この実際のこの撮った絵とロトスコープでアニメ化したやつとこう比べてるのがね一シーンあるから、まあメイキングとか見るときっと面白いんでしょうね、これね、いうことでね、ぜひ見てみたいなと思いました。4本目の丸、これ最初三角にしてたんですけど、今週ちょっと作品も少ないしなんかだんだん見たい度が上がってきて丸に上げてしまってですね、日曜日に H 君に暫定で送った時は三角だったんですけど、昨日最終で送った時に三角から丸に格上げしましたっていうメールを H 君に送りました。いうことでね、まあ、あのみんなの歌が結構評判も良かったみたいで、このみんなの歌のスタッフが再結集ということで、原案脚本は角田留美さんですね。もともとカクカクストロガノフなどで活躍をされていて、みなにさちあれね、このチャンネルでも取り上げました、異色なホラーだったと思いますけど、みなにさちあれとかみんなの歌の、脚本を書きになった方ですね。1980年生まれの43歳で、監督は、原作原あ監督原案共同あ共同原案共同脚本清水隆監督ですね。1972年生まれということは、52歳ということになりますか、当年ですけどね。いうことで、まあ、横目見てると結構面白そうですよね。夏の臨時補習授業になんか知らない子が一人いて、まあ、先生も臨時教師だからなんかね分かんなかったっていうような感じなんだと思うんですけど、なんかすごく横目見ると低予算で怖そうな感じに上げていて、ちょっと面白そうかなと思いまして、だんだん見たい度が上がってきて三角から丸に、昇格しました。しかも主演はあの早瀬いこいちゃんね、うん、早瀬いこいちゃん覚えてます、早瀬いこいさんはあれですよね、異国日記だっけ、そうよかった、異国日記と川由美に似た、ね、もう一つなんだっけ、まあいいや。あと三時相馬くん覚えてます、三時相馬くんはあれでしょ、うん、あれです、なんだっけ、うん、子役っていうかなんだっけ、うん、あ、もう忘れちゃいました、うん、なんだっけ、君たちはどう生きるのかの
なんかちょっと助けてもらってましたね。え、君違うよね。君たちはどう生きるの？それでいいんだっけ？合ってる？合ってる。主役って。あとほらあなたが好きだったなんだっけ？三年組じゃなくて。ああ、はいはい、先生が殺されちゃうよ。先生が殺されなんだっけあれ？最高の教師。最高の教師でいいの？私は丸されました、ね。3話目がなんかの資格されました。3話目のゲスト主演してたじゃん、はい、彼ね。お母さんがちょっと、はい、あれの。あとなんか荒木とわちゃんとか今森まやちゃんとか青井俊ちゃん。こういうのね、ナゲさんいつも言うけど若い俳優さんが、ね、そうなのよ。これ見とくとね、うん、結構面白そうだね。で、まあ北スポーツ松尾悟、染谷翔太も出てるしね。うん、いうことで面白そうだなと思ってぜひちょっと見てみたいということで丸に上げてみました、うん、次三角の1本目フライミートザムーン私を月へ連れてってですね。私を月に連れてってってフランクシナトラだっけ？いや知らない。あれフライミートザムーンだよ。だ聞けば上がるかもしれないけど、うん、ちょっと歌えないフライミートザムーン全然違う。あれフランクシナトラじゃなかったっけ私を月へ連れてって。まあいうことで、あ、そうです。え、フランクシナトラ合ってんの？合ってんじゃん。ちょっと歌ってみて。いや、間違ってるわ。いうことでね、2020年のアメリカイギリス映画、監督グレグ・バーランティはプロデューサーとして結構有名ですね。1972年生まれの52歳、脚本家、プロデューサー、監督を、兼ねてる方ですね。今回は主演スカーレット・ジョハンソンと、チャニング・テイタムということで、かつてね、カプリコン1という名作がありましたけど、見ました？あれだから前も言いましたけど、ネタバレ食らって見るのやめたんですよ。ネタバレ、あ、いや、ネタバレ食らったら見るべきじゃない？いやいや、面白いですよ、すごく、カプリコン1それ言うと思って。いや、言っても面白いじゃん。そうなんだ、うん、非常に面白かったですよね。あれは僕は確かテアトル東京で見た記憶がありますけど、いうことで、あのカプリコン1でもね、そのなんか描かれていた、そのまあ一応多分この映画の中ではアメリカがその一瞬をかけたアポロ計画に失敗許されないから、その前にねロケット燃えちゃったりしてたんで、なんか3人ぐらい死んだんだよね。え、知らない？これなんか、これアポロなんだっけ、13号だっけ、で11号の時にその打ち上げに失敗して中にいた人みんな燃え死んじゃったんだよ。全員死んじゃったんですか？全員だったと思うな、確か。でそれもあって今回はもう失敗できないっていうことで、その実際に月へ行って成功すればいいけど、失敗した時 にアメリカでその国内でスタジオで撮っておいてそっちにすり替えようというね、姑息なアイデア。なんかそういうあの都市伝説がありますよね。いや、いまだにアポロはあれ嘘だっていう人はいまだにいる。なんかこの旗の触れ方はおかしいとかね、あれは嘘だったって未だに思ってる人いますからね、うん、まあ、そういうことを描いてるということですね。まあちょっと面白そうですよね、はい。それやっぱ一番は最後どうなるのかな、ここに書いてあるけど、うん、予想外のエンディング。いや、だからそれ実際にほら成功しちゃったからじゃないの？いや、わかんない、見ないとわかんないですよね。それは見ないとわかんないやん。映画はそれが面白いんじゃないね。三角の2本目まあ一応ね、水曜日公開ということで、どうせ来週は水曜日収録なんで見られないですけど、だから来週ももう一回これランキングに入れようと思ってますけれど、一応7月24日公開なんで、一応今回のラインナップにも入れてみました。三角にしました。デッドプール&ウルヴァリン、僕は結構このマーベルは見てるものと見てないものがあるんですけど、ウルヴァリンはちょこちょこっと見てまして、デッドプールも一作目見たような記憶があるんですよね。いうことで、まあデッドプール&ウルヴァリンだったらどんなもんかちょっと見てみたいなという気もあって三角にしてみました。はい、次、まあ、来週またこれちょっと言及します。三角の3本目越境者たち、2022年のフランス映画で、監督共同脚本はギヨーム・レンソン監督で、今回が初長編監督ということですね。で主演はこのチャンネルでも取り上げました かなり刺激的な映画だった、聖地には雲が巣を張るで、イランだっけ、彼女はどっかから亡命してフランスに亡命して、それでカンヌ国際映画祭の女優賞を受賞しましたザーラ・アミール・エブラヒミさんが主演ですね。
で相手役はこのチャンネルでも何本か取り上げてますドゥニ・メノシェ、ドゥニ・メノシェが、共演してるということでちょっと面白そうだよね、うん、まあ、ただあのショーとかも絡んでないんでどういう作り上がりなのかな、普通にエンターテインメントなのかちょっと見てみないと分かんないなと思って三角にしてみました。次三角の、4本目ですね、音泊音泊って面白いよね、なんか、あなたはあの遠泊します、いや音泊でみたいな、ね、音泊なんかしたくないじゃないですか、うん、音泊でみたいなね、幽霊出てくるでしょ。監督は藤井秀吾監督なんですけど、一応これ香港映画なんですね、中国映画ですね、だから香港中国映画ということで、で日本からも高橋和也、黒川智香、佐藤義、菅原大吉、白川和子などなどが出演されていて、ドリームホームのジョシー・ホーが主演ということですね。いうことで結構面白いですよね、日本にその遊びに来て、遊びにじゃないのかな、来てそのなんか泊まる宿がなんか、予定してたとこが泊まれなくて民泊のとこに泊まったら音泊だったって話ですまあ簡単に言うとまあだからちょっとぜひ見てみたいなと思いました。いうことで一応三角の 1,2,3,4 本目に選んでみました。で三角の5本目と6本目は台湾巨匠傑作選2024からそのいわゆるなんだっけ、台湾ニューシネマの巨匠と言われているけれど日本でまだその正体が明らかにされてないワントン監督の、日本未公開の2本ということですね。でまあ彼の作品の中ではその台湾近代史3部作というのが有名らしいんですけど、2作目のバナナパラダイスだけ一応公開っていうか上映されたんですね、これね。で今回もそのバナナパラダイスを入れて、1作目の村と爆弾、それから無言の丘と台湾近代三部作を上映するということなんですよ。これでもぜひ見てみたいんだけど、これまたね時間がね長いんですよね、無言の丘はね、1作目の村と爆弾は98分1時間40分ぐらいなんで非常に見やすいんですけど、無言の丘はほぼ3時間ですね、2時間55分なのでちょっと見るのは大変ですね。で村と爆弾の方は金馬賞の8部門の候補になって作品賞監督賞を受賞していると、無言の丘は、アジア太平洋映画祭の脚本賞美術賞金馬賞12部門の候補で作品監督脚本美術メイクアップ&ヘアヘアそれから観客賞の6賞を受賞してます。あと上海国際映画祭では最優秀作品賞ということで、まあ、非常にアジアで評価されている映画ということで、今回は初めてその3部作、台湾近代史3部作を、上映するということですね。まあ、その他この台湾巨匠傑作選ではいろいろな作品を上映しますので、ぜひホームページに行ってね見ていただければと思います。はい、これで一応ランキング終わりなんですけど、ランク外作品の1本目、いやなかなかいい作品に巡り合えない剛力彩芽さんですが、今作はどうなんでしょう。剛力彩芽さんと尾上裕之さんが主演、まあ、その他にもいっぱいキャストが出てますけど、仲間由紀恵、脚本監督ということで、まあ、私と俺が入れ替わったらみたいな話で、まあ、ありがちですけど、そのまあ、ありがちなパターンをいかにどういうふうに描いてるのか、あと結局浮かび上がるテーマは何なのか、ありがちなお話だからこそ、ありがちな設定だからこそ、独自固有なこの映画ならではの面白さがどこにあるのかっていうのが多分見るポイントになるんじゃないかなというふうに思います。お互いの体が入れ替わってしまった男女が巻き起こす騒動を描いた映画で、監督脚本は仲前雄二監督で、1978年生まれの46歳、島根出身だけど沖縄モチーフの映画が非常に多いですよね。それぞれの花、ティダ、いつか、太陽の下を歩きたい、サンゴレンジャーなど独自な地位を築いている監督かなと思います。はい、次、なんか今週やっぱり夏だけにホラーが多いんですよね。でこれランク外にしてしまいましたが、怪談晩餐、怪談晩餐、なんかあのフランス人ですかって感じがするんですよね。晩餐カセルが出てる、晩餐カセルが出てる、晩餐怪談みたいなね怪談晩餐ですけどね、うん、
2023年の韓国映画で韓国の喜劇監督5人が、うん、カカオページの人気ウェブトゥーンのテイストオブホラーの連載のホラー漫画を原作にして日常に潜む6つの恐怖を描いた。結構こういうのを気軽に見ると面白いよね。これ面白そう、ね、あと韓国だから多分力技で、うん、それなりに力を入れて作ってんだろうから見ると面白いんだろうなと思うんですけどね。オムニバスってあのすごく期待して見に行かないと結構楽しいよね、うん、そういうもんだと思います。あとまあこれも一種のホラー映画だと思うんですけど、俺ケンタッキーフライドチキンなのって思いましたけどね。多分そっからタイトルつけてんだと思うんだよね、 KFC ね。でなんか結構こう陰惨でなんか残酷なシーンが多いらしくて、本国ベトナムで大学の卒業制作にとあの作ろうと思って脚本を上げたらこんなものはまかりならんっつって大学から退学させられちゃって卒業できなくなっちゃったんだよね。でその時に書いた脚本をもとにその後で企画を立てて作ったということですね。人間狩りに勤しむ医者とか人肉中毒の子供とか残虐でグロなあの描写がいっぱいあるらしいです。で本国ベトナムでは公開不可ということでほんまかいな。ちょっとなんかどこまで本当なのか読んでてもよくわかんないんですけどね。そんな厳しいんですね。いやどうなんだろうね。監督あのまあ多分宗教もあるんだろうけどね。ベトナムって何なのメイン宗教は。監督脚本制作編集はそのレザン・ビンさんね。1990年生まれでまだ34歳ですね。だから大学退学になってから多分14年ぐらいなんでしょうねきっと。あ、卒業制作であげようって言うんだからまああれかもうちょっとあの前かな、うん、まあいうことでちょっと、まあ、僕は見たくないですけどこういうの見たいという人もきっと多いと思うんで怖いもの見たさね、あり。予告編グロかったですね。グロかった、うん、T さんがこれを見たい作品に入れてくるのかどうかちょっと楽しみでありますけどね。僕は見たくない次、逃走中ザムービーね。2004年から富士系で放送されているバラエティの逃走中を JO1 やファンタスティックスのメンバーで映画化したということで、まあだからテレビでやってる時はバラエティだけどそれにかなりフィクションを加えてなんかどっかの組織が絡んだお話になんかね予告編を見る限りしてるみたいで、まあ普通のだからサスペンススリラーとかアクション映画みたいになってると思うんですけどね。でこの JO1 からは川西拓実さんと木俣翔也さんと金城碧海、これなんていうのか緑かな海かなちょっと名前は分かりませんけど、でファンタスティックスから中島颯太、瀬口、これはなんていうんだろう、なんだろう宗也かな、レイヤーさん、レイヤー、レイヤーすごいね、瀬口レイヤーさん、佐藤大輝、大樹、大輝、ひろき、大輝さん、大輝さん、まあ、その他あのクロちゃんだとかも出てるみたいですね。あと僕がずっと読み方を間違えた内田千佳さん、笠原秀幸さん、永井美智香さん、本田力さんとかも出てますね。で監督の西浦正樹さんは1968年生まれの56歳、現在放映中のブラックペアン2などの演出もしていて、まあ、代表作はコードブルーシリーズですかね。劇場版コードブルードクターヘリ緊急救命も、手掛けてらっしゃいますね。あと最近ではあのジャンヌの裁きなんかもねやってる、元フジテレビの子会社の映像会社の出身みたいですけどね。今ではあの各局股にかけて活躍されてる映像映画監督、映像映画テレビ監督ですね。これも、まあ、当然だからフジですよね。制作はフジテレビジョンと東映と FNS27社、あ、東映とフジだけなんだね。だからね、フジあと系列だから、なるほど。制作太田亮さんですね、プロデューサー、なるほど。まあいうことで、まあこれ逃走中とか見てる方には楽しいんでしょうね。あとファンタスティックスと JO1 のファンの方はね楽しいと思いますけど、なかなかそのバラエティをさこういうなんかまあねフィクションに仕立てるっていうのはどこまで面白く作られてるのかちょっと興味はありますけどね。うん、まああの自局のバラエティコンテンツをフィクションに仕立て上げるっていうのも
もしかしたらフジテレビの一つのこうトライアルアンドエラーなのかなという気もします。非常にそのコンテンツ開発に意欲的なフジテレビなんで、なんか裏にって言うとなんか言い方が悪いけど、すごい野望があるのかもしれませんよね。そういう気がしてちょっと見たいなという気持ちもあります。次、大ヒットアニメコンテンツ怪盗グルーのミニオン超変身、ミニオン超変身ですね、2024年のアメリカ映画、まあいわゆるその何でしたっけ、ユニバーサル系のアニメーションスタジオであるイルミネーションのね代表作品ですね。この怪盗グルーシリーズも長編第4作目という、あ、また重ね言葉を使ってしまった長編第4作ということになってますね。で1作目は怪盗グルーの月泥棒で2010年に作られてますから、もうあれですね、15年経ってるってことですね。すごいね。しかも日本でも大ヒットですけど、世界中で大ヒットしてね、すごいと思います。2作目の怪盗グルーのミニオン危機一発が13年、怪盗グルーのミニオン大脱走が17年、そしてスピンオフでミニオンズ、これが2015年に作られていて、まああの本編3本とスピンオフ1本作られてるイルミネーションの人気シリーズですよね。で監督は何でしたっけ、ペット1、2とかも手掛けていて、イルミネーションの代表監督の一人ですね、クリス・ルノー監督。熱血どんぐりハンターという短編、これはもともとアイスエイジのスピンオフだったみたいですけど、この短編でアカデミー賞の短編アニメ賞の候補になっていたり、ミニオンの2作目危機一髪でアカデミー賞の、最優秀アニメ作品賞の候補になってますね。いうことで、まあ、クリス・ルノー監督はこのなんだっけ、多分20世紀フォックス の, そのアイスエイジとかやってる頃からすごくあの嘱望されたアニメの監督だと思いますけどね。いうことでイルミネーション、もうイルミネーションはもうあれだもんね、あの東方のムービーニュースのイルミネーションスタジオのあれがキャラクターがいないと成り立たないみたいなイルミネーション、わかる、イルミネーション、イルミネーションわかんないの。いや、イルミネーションわかりますけど、それが冒頭に出てくるの。冒頭っていうかミニオンズがいっぱい出てくるじゃない、東方ムービーニュースに、イルミネーションって言ってんじゃん。そんな言ってたっけ。言ってるよ。興味がないから全く覚えてない。いや、そういう問題じゃないだろう、だって。いや、でもね、目に入るよね。俺でもね、鶴瓶さんの声がもうすごい。ああ、俺もダメ、いや普通のダメとか言ってますよ。いや普通の鶴瓶さんはいいんだけど、このグルーを演じてると音域が高くなってちょっと、ね、ちょっと聞いてられない、ね、だから顔が思い浮かんじゃうんですよね。まあ思い浮かんじゃうね、なんでか不思議に合わないな、音域が高いから合わないですか。どうもね、その関西弁のグルーっていうのがよくわかんないんです。だってあれもそうじゃん、あのほら緑の怪物浜ちゃんじゃん。あ、はいはい、あれもなんで関西弁なのか、シュレック、あれ変ですね、変って感じ。あれはなんか、いや別に関西弁はいつも自分でも喋ってるから好きなあの方言の一つですけど、あのアニメとかにするのちょっと違うような気がするんですよ、ね、もしくはキャラがね合ってればいいと思うんですけど。いやでも関西弁喋るキャラってなかなかいないと思うんだよね。そうかな、例えば、いやその邦画だったら別にいいわけです。例えばだから邦画のアニメで関西が舞台だったり、それは当然でしょ、当たり前やんそんな。そうそう、当たり前。何を言ってんのあんた。当たり前のことを言わせてもらいました。後半がちょっと大阪音域ではなかったです。そうですね、今の、前半が一応言おうとしてるのはあれでしたけど、まあいいですね。次、いいのかなこれでグルーは。いいでしょ、だって俺らより100万倍も詳しい。そうだね。だから次。ヤマトよとわに、これ193199、あ、レベル3199か、第1章黒の侵略ということで、これはもともと名作アニメ宇宙戦艦ヤマトのリメイクシリーズの1作目である1980年公開のヤマトよとわに、これに新解釈を加え再構成した全26話全7章の第1章ということになるらしいです。まあヤマトもすごいよね。でシリーズ構成脚本総監督を福井晴俊さん、福井晴俊って知ってますよね、すごい日本で有名な推理作家なんですけど。あ、そうなんですか。知らないですか、知らないです。映画化もいっぱいされてるんですけどね。あ、そうなんですか、うん、
まあいいですけどね。でが、まあ、総監督をやっていて、まあ、福井さんはね、もともとガンダムワンでかなりアニメにも造形深く、最近ではもう小説家がないのでほぼアニメーション作家と言ってもいいんじゃないかなと思いますよね。ご本人もなんかそういう発言をされてたみたいですけど、いうことで、で監督は、大和直道監督ですねが担当されていて、僕は大和もほぼ勝手に早くテレビを卒業しちゃった後に始まってるので、うん、ほぼほぼ見てませんね。歌は好きですけど、さらば地球よ旅立つ船は宇宙戦艦ヤマト。これ以上歌うとね、なんかへきへきされる皆さんがいらっしゃるので、ね、やめときますけど、ヤマトの歌は最後まで歌いますね、うん、1番はね、はい、ということです。次、劇場版ストックリー初めて始まりの物語ストロベリースクールフェスティバルということで、動画配信サイトを中心に活動されている6人組のユニットストップリーで、彼らはノー顔出し顔出ししてませんので、イラストレーションのキャラで、ずっと活動されてるわけですけど、そのキャラたちを主役に描くアニメーションということで、しかもそのストップリーの知られざる始まりの物語を描くということで、まあファンにはきっとたまらないんでしょうね。私は全くわかりませんけど、これご存知ですか？あの実はね、うん、ストップリーさんと、うん、もう一つイレースさんっていうのがいて、うん、ちょっとこちら側の方もいろいろお手伝いをするかもっていうことで、ちょっとだからストップリーがどうなるか、これは見なきゃなんないですね。だから個人的には見なきゃな。じゃあ佐藤さんだけ課題作ですね、これ個人的な課題作になり、まあ、ちょっとじゃあぜひ佐藤さんから感想をね。いや第1週目に見るかどうか分かりません。第1週目に見てよ。いやいやねえ、せっかくなんだからエンとオンとタイミングでしょまあいうことでね、ストップリー、はい、まあ、佐藤さんが報告していただけると思います。楽しみにしてましょうさてここからは、リバイバルシリーズですけど、タレンタイム優しい歌ということで、2009年のマレーシア映画、日本では2017年の3月25日麦わらさんの配給ですね、で東京で上映ということですね。監督脚本のヤスミン・アフマドさんは1958年お生まれなんですが、2009年にお亡くなりになられまして、去年は51ですね。東京国際映画祭とかにも3本かな、作品を出品されてまして、日本でもヤスミン・アフマドファンは結構いらっしゃると思うんで、今回は没後15年を記念して最高傑作と言われているタレンタイム優しい歌を上映ということですね。特別上映で細い目も上映ということです。まあ、ヤスミン・アフマドさんは、まあ、アジアとかの映画祭でもご活躍になっていて、ムクシンという作品でベルリン国際映画祭では、ジェネレーションプラスに出品されまして、クリスタルベアのスペシャルメンション特別表彰されているということですね。からムアラ不快心という作品では東京国際映画祭や、アジア、フィルムアウォードなどで特別表彰、スペシャルメンションを受けていて、アジア太平洋映画祭では監督賞を受賞しているということですね。まあ一回なんか見てみたいなという気はしてるんですけど、なかなかねチャンスがなくて見られませんけど、まあイメージフォーラムで再三上映されてますんで、もうご覧になっている方も多いかと思いますけど、7月の20日から8月2日11時と1時半2回ですね、トークイベントなどもございますので、ぜひホームページにお尋ねいただければと思います。さてもう一本、久々のリバイバルということで、下妻物語デジタル版リバイバルということで、東京はホワイトシネクイントで公開20周年記念待望の初デジタル上映ということです。これは T さんご覧になってます？これ見ました。とっても面白いよね。面白いです、ね、これは佐藤さん見てないよね。見てないですけど、うん、まあもちろん大ヒットしたのを知ってるし、うんうん、まあこれ中島哲也さんの出世作なんですかね。出世作ではないけどブレイクはこれでしょうね、うんうん、まあその前も撮ってるけど、うん、で当時やっぱほら何東宝さんの、いわゆる単館系と、うんうんうん、アスミックエースの単館系がぶつかって戦ってる頃の一本なんで、うんうん、非常に興味深いですよ。僕もだからシネクイントにこれ見に行きました、うん、
まあ、深田恭子さんと土屋アンナさんでね、主演で。これ今回予告編見たんですけど、うんうん、ちょっとなんか画質が良くないように感じちゃったんですけど、予告編はもしかしたらあれかもよ、もともとのやつかもにしても画質がすごいなんか、だから本編はデジタルリマスターしたかもわかんないけど、あの予告編は普通にアップしただけなんじゃないのかな、うん、なんかすごい。でもせっかくそのねデジタルリマスターならね、デジタルリマスターって言ってる割になんか予告編が今綺麗に感じる。ちょっと僕は予告編あんま記憶にないですけど、うん、まあいうことでね、うん、まあでもすごく面白そうですね、うん、すごい面白かったですこれね、うんうん、まあ、ご覧になってない方はねチャンスだと思いますんで、うん、いいと思います。そしてもう一本、あの君に読む物語ね、原作は何だっけ、有名なあの、ね、原作小説がありますけど、それの映画化 で監督はあのジョン・カサベテスの息子のニコラス・カサベテスですね、うん、ニック・カサベテスの監督作品です。ニック・カサベテスは僕もシーズ・ソー・ラブリーという作品をシネマライズで上映しましたんで、ちょっと思い入れはある監督ですけどね。今回は1週間限定のリバイバルで、東京は新宿ピカデリー、キネカオーリー、ムービックス、秋島、シネマサンシャイン、平和島、恵比寿ガーデンシネマ、池袋、ヒューマックスシネマズ、イオンシネマ板橋、イオンシネマ武蔵村山、イオンシネマ多摩センターで上映されますね。これはね、僕見逃してんですよ。なんでちょっと見てみたいなと思ってるんですけどね。レイチェル・マクアダムズだっけ、あれ主演って。誰だっけ、君を読むの。レイチェル・マクアダムズだっけ。君に読む物語ですよね。うん。ライアン・ゴスリング。で、もう一人女性の。ああ、すみません。レイチェル・マクアダムズ。そうです。合ってるね。うん、あれ、レイチェル・ゴスリング、レイチェル・ゴスリングじゃ、なんか、ライアン・ゴスリングだっけ。そうですね。ライアン・ゴスリングだったか、あれ。なるほど。今と印象が違う。そうね、うん、あの頃も単館の、もうちょっと単館のね、結構有名な、うん、あの俳優さんだったんで。多分これが初めてのいわゆるそういうラブストーリーとかなんじゃないのかな、うん、今やね、あんなあの、ね、フォールガイみたいなやつ、必ずあんなってつけられますね。あんな、あんなのって、あんなのフォールに、あんなのに出てるようじゃダメだとか。そんなことじゃないよ、ああいう映画に出られるようになったって先週言ってたよね。なんかそれでね、私すごいスターがいるいない論の時にね、なんて言ってた、なんて言ってた、あんなには出てるようじゃダメだ、そんなこと言ってないよね。私あれですごいあの映画が好きになりました。いや俺はすごい楽しみにしてるよね。そう、いい意味で、あのなんだっけ、褒め言葉だなって、なんだっけ、あのラップみたいな、なんだ、なんとかガイ、なんとかガイ、フォールガイってあれが面白いよね。そう、あれちょっと気になっちゃいました。いや昔はもうライアン・ゴズリングっていうとさ、単館系のだからスターだったから、うん、ここまで来るなんてちょっと信じられないなと思ってね、うん、そうですね、大人気ですね、うん、もうだって今やね、フォールガイでこれアメリカのアクションスターの一人にね数えられるわけじゃない。もう最近、まあ、でもあれじゃないですか、やっぱりブルーバレンタインですごい、まあまあこう単館系でヒットして、でその前にあれがあるじゃない、ね、モンスターじゃない、なんだっけな、あのアカデミー賞にノミネートされたやつ、それがだから最初のブレイクで、それであれがね日本公開されてないのよ。 そうなんだ。それがねすごいもったいないのよ。俺はねニューヨークで見たんだけど、でブルーバレンタイン出て、ブルーバレンタイン出て、でララランド出て、ララ、いやその前にあるじゃん、あんたたちがやったドライバーのやつ、あのクラッシュみたいなやつね、うん、ちげえよ、違うじゃん、ドライバー俺やってないと思いますけど、え、クロックじゃなかった俺、だけど俺はもうやってない、そうか、もうあんたいない頃か、あんたたちってやったドライブって、ね、ドライブね、ドライブ、ドライブ、あれクラッシュってあれがやっぱスマッシュヒットして、うん、そうそう、それでララランド、ララランドだよ、でバービー、バービーで、うん、フォールガイ、フォールガイ落ちるどころかもう超上がってるから、どっちかってアッパーガイですよね。でもフォールガイでフォールしちゃうかもしれない。いやいや、アッパーガイでしょ、どう見ても最近体のほら、じゃあね、うん、で竹内さんがおっしゃる、うん、スターが演じるべきスター作品に出れば、うん、スターになるのかな。いやだからさ、今はあのアメリカのスターも、うん、そのいわゆるインディペンデント系と、うん、あのメジャー系と両方こういけるじゃん、うんうん、だから今は日本もアメリカもそれがなかなか楽しいよね、うん、あと人の脇役とかにも回るじゃん、はいはいはい、ウィズとかアンドとかさ、はいはい、友情出演みたいな形で、うん、あれがやっぱり今のスターは気楽なとこじゃないかと思うよね、うんうんうん、なんかあの昔のスターはほらプログラムピクチャーで全部主演しなきゃなんないから、うんうん、まあ、たまに応援、うんうん、出演とかあったけど、はい、
基本だって1年間に10本ぐらい出てるわけでしょ、うん、大変だったと思うんだよね、うん、でも今はほら割と自分で脚本とかも選べて、うんうん、じゃあメジャーのそのフォールガイ出たから次はインディペンデントのやつとか、うん、この監督と組みたいとか、うん、フランスの監督とやりたいとかいろんなことできるじゃないですか、まあ、本人がどうしたいかにもよりますね。いやどうしたいかによって選べるじゃん、うん、昔は選べなかった、うん、まあ、そう やらされてたから次から次にやれと、うんうん、そこがやっぱ今はいいよね、うん、でも逆にそれがそのスーパースターを生みにくくなってる要因の一つだと思うんですよ、うんうんうん、そうですね。ジョニー・デップとかもなんかねちっちゃいサイズのにいっぱい出てますもんね。そうだからジョニー・デップはスーパースターにはなりきれない俳優ですよね、うん、ただあのほら海賊のやつが超当たったんで、はい、スターではあると思うんだけど、はいはい、でやっぱりトム・クルーズとかさ、うんうん、ね、まあ、ブラッド・ピットも割と助演に回ることもあるけど、うん、やっぱりレオナルド・ディカプリオとトム・クルーズはやっぱりスーパースターだと思うんだよね、うん、でもそれもう彼らもだって60、50でしょ、うん、どうすんだよこの後。いやだからやっぱりスターを作らないとね。アメリカも全くスターって言える人はほぼいないから、ライアン・ゴズリングでも頑張る。でも彼はもうそろそろ45ぐらいだよ。そうですね、うん、じゃあティモシー・シャラメとかですかね。まあティモテ・シャラメはどっちかというとそっちじゃないもんね、アイドルスターだもんね、うんうん、だからそれをアイドル、いやだからグレン・パウエルしかいないんじゃないの。あんた知らないもんね、グレン・パウエルだってね。今やもうスター街道まっしぐらですよ。いやだ今度はあのツイスターズだ主役。ああそうなんだ、うん、あと今年はだから公開作が3本あるしね、うん、ちなみにあなたの大好きなマーベリックに出てますけど何の役だったか覚えてないんでしょ、はいはいはい、それ毎回突っ込まれて毎回思い出せない、ね、だってマーベリック好きだよね。グレン・パウエルはあれでも完全にブレイクしたんであれでスターになってるからね。確かにいっぱい出てますね、恋するプリテンダー最近盛り上がってる感もある、ね、そうそうでツイスターズがあってその後もう一本あるじゃん、うん、なんだっけ、ヒット、殺し屋なんとか、殺し屋、ヒット？ヒットマン。ヒットマンか。うん。うん、だから今年3本に読んでこい。忙しい。え？忙しそうです。忙しいよね。まあいうことでどうでもいいんですけどね。そういうことで、また余計な話をしました。次、あ、ここでいいや、一回、公開は。はい、うん、じゃあ、T さんの気になる作品はいかがでしょうか。はい、私の気になる作品は、フライミートゥーザムーン。それが一番なのというか、うん、絶対に見るであろう2本は抜かしました。はどういうことそれじゃあ入れますね。え、どういうことなの、何を言ってんの一体今日はどうしたの T さん、なんかおかしいよ朝からじゃあやめます、変えますね。変えます。 1. 怪盗グルーのミニオン超変身。あ、それが一番なんだ。これは見るんです。あ、これ見るの、はい。で、2. デッドプール&ウルヴァリン、これも見るんです。まあでも今週じゃないもんね、うんうん、はい。で、次、フライミートゥザムーン、うん、あ、それでフライミートゥザムーンを一番にしたのか。で、次、墓泥棒と失われた女神、うん、3、化け猫アンズちゃん、うん、次、あの子は誰、うん、次、怪談晩餐。おお、怪談晩餐、晩餐、うん、次、How to have sex。 おお、次、あ、以上です。以上ね、はい。なるほど。音拍は入らない。音拍は入るんですよ。若干好みがあるって本当に。これはあんまり好みではないんだね。うん、なんか竹内さんおっしゃったのホラーが多いと、うん、ホラーの中でチョイスするの難しくなってくる。いや難しくないでしょ。どれを選ぶかの話だけだよね。じゃあホラーだと化け猫アンズちゃんですかね。いや化け猫アンズちゃんホラーじゃないでしょ。化け猫だから。いや違うでしょ全然。私も実は一番ちょっと見たいのはフライミートゥーザムーンなんですよ、うん、あ、そうなの、うん、だからこれにして、うん、で、まああんまり面白そうに見えないんだよ、まあ、だから要はさ最後け、ね、結末どうなるかっていうの気になるから、うん、まあでもスカレット・ジョハンスンとチャンニング・テイターを見るだけでもいいかもね、うん、で、ホラーなんか一生懸命え、で、ホラーなのこれ。いやいや、バカなこと一生懸命やってるわけじゃないですかまあね、この人たちはね、うんうんうん、それちょっと笑えるかもしれないな。なるほど、じゃあフライミーツザムーンね、はい。で、まあ、あの竹内さんが一番に押した墓泥棒と失われた女神は、まあ、T さんも2番目なのでこれにしようかなと。で、まあ、こっから先はすごい難しいんですけど、うん、T さんが3番目にしてくれた化け猫アンズちゃんは、うん、竹内さんのあのね、うん、あのすごい新、まあ、え、撮影手法かね、もう覚えてないんでしょ、うん、なんていう手法か、ロケーションなんちゃらロトスコープ、ロトスコープだ、うん、で、じゃあやっぱホラーは1個は選ぶとなったあの子は誰を、うん、まあ、T さんも4番目にしてくれたので、
あの子は誰、うん、おーなるほど、うん、そうなるわ。ちょっと自分もなんか予想外の選出になりました、うん、はい、じゃあ、今週のシネマサロンの、はい、課題作品は、フライミントゥーザムーン、墓泥棒と失われた女神、うん、バケネコアンズちゃん、うん、そしてあの子は誰、うん、以上4本にしたいと思います。なるほど、はい、なんだか無難なんだかよ、なんだかよくわかんないね今週はね。いや、やっぱり結構なんかこう突出してないし、うん、どれも見たいポイントがあるから、うん、選ぶのが難しいなと思ってました。そうね、確かにね、うん、はい、じゃあ特集、じゃあ特集です、はい、今週の特集は何といってもこのストレンジャーで開催されますジョン・ヒューストン特集。ジョン・ヒューストン特集ってもやっぱすごいなと思うんですよね。で、上映されるのが光あれという作品と勇者の赤いバッジ、禁じられたジョージの森、ゴングなき戦い、ザ・デッド・ダブリン市民よりということで、割とあれだよね、ジョン・ヒューストンの中でもそんなに有名じゃない作品群だと思うんだよね。まあ、ザ・デッド・ダブリン市民は遺作なんで、当時これシネビバン六本木で上映されて、僕はシネビバンで見ました。これ見てます？見てない。これなかなかやっぱりいい映画でしたね。原作がジェームズ・ジョイスでね。あとゴムなき戦いはステーシー・キーチーがね主演して、あとジェフ・ブリッジズも出てますね。ステーシー・キーチーはあんまり主演しないから、そういう意味では有名かもしれないですね。日本では長らく劇場未公開で DVD 化もされてなくて、その後に公開されたのかなこれ。あとはあれだよね、なかなか勇者の赤いバッジって、その第二次世界大戦の後にスターになったオーディ・マーフィーの映画ですね。いうことで結構珍しいよね。禁じられたジョージの森はマーロン・ブランドとエリザベス・テイラーだから、それだけでも見てみたいような気がしますけど、今回はゴールド染色版での上映らしいです。ということで結構珍しい4本が含まれたジョン・ユーストン特集です。これはストレンジャーまで駆けつける人は多いでしょうね。楽しみな特集だと思います。次、ポレポレ東中野では20日から8月2日まで三島由紀子監督特集ということで、1月の恋に喜びを刻め、幸せのパン、繕い立つ人、少女、幼子我らに生まれ、レッド、そして短編プログラムとして親父ファイト、喜びの歌、オードトゥジョイ、インペリアル、大阪堂島出入り橋の3本を含む短編プログラム1本で上映ということですね。なんかもっとやってくれるのかなと思って、あのコロナ禍にやった作品一本ね、ドキュメンタリーのやつ、あれや入るのかなと思って楽しみしたんだけど、僕は三島由紀子監督が結構見ていて、この中で見てないのは短編プログラムと少女だけですね。で、もともと確か幸せのパンで商業デビューだと思うんだけど、幸せのパンがアスミックエースだったんですよね。で、僕辞めた後だったけど、試写で見させてもらって、それ以降割と三島由紀子監督作品は結構ちゃんと見てますよね。なので今回も長編は少女だけですね。佐久さんはどれか見てますか？いや、見てない。ただ課題作でやった1月の恋に喜び刻むぐらいか、はい、T さんは？私も同じです。あんまりじゃあ2人とも思い入れないですね。まあ、なんかこう言い方するとなんかルッキズムに侵されてるみたいですけど、監督結構美人ですよね。あ、そうです。うん、美しい方だと思います、うん、作品も僕は幸せのパン見た時もいわゆるルックね、その画像絵の調子以外は割と好きだったですね。面白い、うん、大林じゃなくて大泉洋さん主演だったしね、原田知世さんと。まあ、いうことで、まあ、三島由紀子監督作品を見てない方はね、なかなかいいと思いますし、トークショーで南沙良さんとか片岡玲子さんとか出演されるみたいなんで、ホームページお尋ねの上へ行っていただけると面白いかなと思います。次、なんか最近短編ばっかりしか撮ってない豊田俊明監督がまた短編映画すぐに行くというのをお撮りになったらしく、それになんかいろいろとライブとか飛び入りとか舞台挨拶とかくっつけて一本のイベントとして、僕行ったことないんで分かんないけど、渋谷 WWWX ってどこにあるの知ってる？
あ、これライズか。元そうですそうです。そうだよね。あのこの間金井俊太郎さんの金井君のあれやったやつだよね。はいはい、あの元々ライズだったところが名称変更してるんです。じゃあ割と普通にちゃんと見られるんだ、うん、ね。いうことで豊、渋川清彦さんとか切腹ピストルズって知ってます？知らないですね。東京セックスピストルズも知ってますけど、うん、それから鼓動の人たちもなんか出るみたいですね。いうことで、短編すぐに行くをいろいろついて上映ということで、上映はですね7月24日の水曜日、渋谷 WWX 元旧シネマライズで、18時半会場の19時半開演ということらしいので、お好きな方はどうぞ。あと先週紹介しましたスキップシティ国際 D シネマ2024ですけど、7月の20日から24日オンライン配信するそうなんで、ちょっとどうやったらいけるのかよく僕分かりませんが、ホームページお尋ねの上ですね、まあご覧になりたい方は行くと面白いんじゃないかなと思います。次、今週の午前10時の映画祭ですけど、あと、今週からあれですね、A グループ、グループ A とグループ B がひっくり返りまして上映感が変わるということになります。上映している作品はシャインとフェイムの2本ですね。ぜひお見逃しなくね、ご覧いただければと思います。単館名画座情報ですけど、新宿シネマカリテでは、今年最後ということになるらしい、カリテ、シネマコレクション、カリテファンタスティックシネマコレクション2024ザ・ファイナルが8月8日まで上映中ですので、ぜひお運びください。いよいよ最終週になりました、ジャンポール・ベルモンドグランドフィナーレ傑作選、25日までの上映ですのでお運びください。それからシネマアート新宿ですが、19日から、香港製造メイドイン香港ですね、これはサム・リーの主演作ですね。なんか見たような気がするな、これフルーツ・チャンの監督作品、1997年の香港映画が、1週間限定で再映されますので、ぜひお運びください。シネマート新宿ではイケボーイズイケボーイズのムーブオーバーも始まります。それからですね、20日のオールナイト全穴串刺しナイトというわけのわかんない企画なんですけど、まあ上映作品がですね、はいはい、ムカデ人間、そうだそうだ、屋敷女ノーカット完全版、食人族 4K リマスター無修正完全版、これを20日のオールナイトで全穴串刺しナイトと称してオールナイトやるそうです。あと22日ブラインドマインドという映画があるんですけど、これを、月曜日より1回だけ限定上映ですね。あの軍艦島の彼何したっけ、ああ佐藤寛太さん、佐藤寛太君が主演ですね。あと女性は誰だっけ、あれか、うん、あれどっか坂かなんかの人だよね確か、うんうん、女性は誰だっけ主演に、女性、僕はこれブラインドバインド見ましたね、平優奈さん、あごめん平優奈ちゃんだ、平優奈ちゃん、平優奈ちゃんが主演だったね、うん、だから平優奈ちゃんと、佐藤寛太君の主演の短編映画ですね、うん、40分ぐらいだったと思うんで中編かだから、それからいよいよ終わりが近づいてます。28日の日曜日まで日本映画と音楽特集ですね。今週は何やんだろう、今週は、大怪獣ガメラ妖怪百物語、ゴジラ対メカゴジラ、ゴジラ対ヘドラ、懐かしいね、あと松村定蔵の作品集ももう一回上映ですね、将軍家光と天下の彦座など28日日曜日までですので最終週ですね、ぜひお運びください。次、渋谷ユーロスペースでは20日から26日まで、ちょっと前にあのユーロスペースで公開になりました左手に気をつけろと誰かが歌ってる記念で井口奈美監督特集ということで、まあ、あのピアで選ばれた犬猫の8ミリ版と初の劇場公開作品になりました犬猫35ミリ版、あと人のセックスを笑うな、結構スマッシュヒットしました、確かシネセゾン渋谷で公開したんだと思うけどね。それから子供が映画を作るとき、そして、ちょっと前に公開しました左手に気をつけろと、誰かが歌ってるの、カップリング上映がありますので、お運びください。シアターイメージフォーラムでは
20日21時特別上映で第79回ベネチア国際映画祭公式上映作品でありますイタリア出身の映画作家ジュゼッペ・ボッカシーニ監督の初長編、ラグタグという1時間24分の映画、上映するそうです。これどういうことなのかね。で監督が来てるからかなということでジュゼッペ・ボッカシーニ監督の T チームもあるそうなんでイタリア映画ファンの方はねお運びいただけると面白いかと思います。写真美術館ホール、21日までいよいよ最終週ですね。これもジョッパリ看護の人花田美希上映されています。それからグランド シネマサンシャイン池袋では開業5周年記念特集上映55555がやってますけど17日の水曜日から、天気の子昨日か、昨日ですね、天気の子の上映が始まったそうです。池袋シネマロサでは19日から関心領域のムーブオーバー、池袋ヒューマックスシネマズでちょっと面白い企画なんですが、パンダコパンダとパンダコパンダ雨降りサーカスね、前も歌いました、パンダコパンダコパンダフーフーってやつですね。これをなぜかですね中国語吹き替え版、で上映するそうです。で日本語字幕付きらしいです。どういうことなのかねこれちょっとよくわかんないですけどね。中国の人に今日本にいる中国の人に見に来てほしいのかなと思うんですけどね。いうことで、まあ、パンダコパンダも中国語版なんで、じゃあそれも見てやれっていうね、なんだっけジブリのファンの方はね、まあ、この頃まだジブリじゃないですけど東映動画だと思いますけど、え違うなこれ東宝だったから、どこで作ったんだろうねこの時ね、パンダコパンダは。監督はあれですよ、誰だっけパンダコパンダって。わかんない、いやわかんないよね。わかんないわかんない、あのほらかぐや姫とか、ああのはいはいジブリのね、そうそう、はいはい、高畑勲さん監督作品、そっかパンダコ、それでもちろん宮崎駿さんも参加してます、はいはい、素晴らしい傑作ですよパンダコパンダの日本、当時はゴジラの東宝チャンピオン祭りにくっついてたんだよね、すごい。今でもね熊倉和夫さんの声でね、大パンダの方、懐かしいです。それからユナイテッド島としても相変わらずやってます。19日からはハリーポッターと死の秘宝パート1が 2day 版と 4dx 版限定再映されます。楽器のシネマ立川高島屋では19日から分配音呪物に隠れた闇一周遅れのムーブオーバーということですね。あとポリポリ東中野にてアンコール中の越後奥見表、この間佐藤さんが読めませんでしたね、何回ここで読んでんだって話なんですけどね、越後奥見表が今再映中で26日までアンコール上映中です。渋谷シネマベーラは先週紹介しましたアメリカの夢キャプラの夢、フランク・キャプラの映画ということで代表作上映中ですのでお運びください。それから文芸座は相変わらず、番組が細かいです。19日明日金曜日まで色褪せぬ暴力と絆裁縫ジョニー等ということで、明日は何やるんだろう、エレクション黒社会、エレクション死の往復、ブレイキングニュース、エグザイル絆で終わりになりますね。それから続いて、新文芸座シネマテイクボル45エルマンノオルミの2本目は訪問者たちですね、あ、違った、婚約者たち、1960年のイタリア映画になってますね。カンヌ国際映画祭に出品され、ゴダールがドライヤーやヒチコックなどを抑えて年間ベストワンにこの婚約者たちを挙げたことで一躍エルマンノオルミの名前を世界に轟かせたというふうにここに書いてあります。映画批評家大寺慎介さんの解説講義もつくという企画ですね、ぜひお越しください。そして、20日強制スタンディング上映ストップメイキングセンスとアメリカンユートピア、20日から25日がこのチャンネルでも取り上げました貴公子とキングスマン、そして先週まで紹介したアーガイルだったんですけど、アーガイルがなんか都合により上映できなくなりましてアトミックブロンドに変わったそうなんでお気をつけて行ってみてください。そしてですね、21日マジンガー Z50 周年記念
一部復刻東映漫画祭り1974年夏という企画でフィンガーファイブの大冒険。フィンガーファイブって知ってますか？知ってるんですけど詳細不明です。てな感じだよね。ああ、てな感じなんだね。トンボメガネかけた ね、 あ、そうですね、こう彼があのなんかリバイバルというか あれで歌ってたよね。あれなんとか天国。ああそうだそうだ。勉強している時もうんっているんだよ。あれをね、誰が歌ったんだっけ。桃色クローバー Z だっけ。ああ歌ってましたね、うん、確かあれがねリメイクというかあれやってましたね、うん、でそのフィンガーファイブの大冒険とマジンガー Z 対暗黒大将軍が5人 ライダー対キングダークという1970年夏の東映漫画祭りをなんか再現したそうですね。21日と31日はレニー・ブルースその男凶暴につき、そなちねの上映があります。で22日から30日まで先だってお亡くなりになりました中尾明さんの特集、演技者中尾明ということで月曜日の床、まあ初期の代表作の一本ですね、それから幽霊屋敷の恐怖、超数人形、内海の輪、本陣殺人事件、彼が主役で金田一耕助を演じた作品ですね、 ATG の作品ですねが上映されるみたいです。から早稲田松竹ですね。早稲田松竹は明日まで、落下の解剖学と12日の殺人の2本立て、明日はどっちなんだっけ、モーニングショーで、アルノ・デプレシャン監督の、ルーベ嘆きの光が上映と。から20日から26日は哀れなる者たちとバービーの2本立て、これはね見逃してる方はぜひ見られるチャンスなんでどうぞ行ってみてください。神保町シアターは、一度はスクリーンで見ておきたい忘れられない90年代映画特集ということで、明日19日まで新居酒屋幽霊とライライライ、フレンチドレッシングの3本が上映で、20日から、フィルム代わりで26日まで渡辺孝義監督作品の好き、まあ、キネマ旬報ベスト10の第56位、それから岩松亮監督の珍しい監督作、お墓と離婚、キネマ旬報ベスト10第30位、それから森崎東監督原作が浅田二郎さんラブレター、これがキネマ旬報ベスト10第23位ですね。それから、ヌーンショーということでお昼に、銀幕の越路吹雪の特集がありまして、明日まで谷口千吉監督作品で三船敏郎主演の吹けよ春風から、20日からフィルムガールで26日まで木下亮監督の男嫌いが上映ですね。下高井戸シネマ、下高井戸シネマでは明日まで戦踏む哀れなる者たち、プリシラ、それからラジオ下カジロ、あの時あの街の音楽から今ここへ、あとペドロ・コースタ監督来日イベントということで火の娘たちと、ビタリな言葉の力が上映ですね。それから、夜レイトショーでは、アメリカアバンガルド、の特集ですね、現代アメリカンアバンガルド傑作選2024が上映です。それから次ラピュタ阿佐ヶ谷はちょっと冒険してみないオルガズム的偏愛ロマンポルノが8月の3日まで上映ですけど、20日、土曜日まで、女教師狩り双子座の女オーガズムマリコアシアレージョ生贄が上映、21日からフィルム代わりで小沼勝監督作品リンブ、からアシアレージョ生贄の2週目、桃尻同級生待ち伏せ、オーガズムマリコの2週目が上映ですね。24日から27日が オーガズムマリコ3週目、桃尻同級生待ち伏せの2週目、小原光雄監督作ですね。山本慎也監督の小松緑の月ぼくろ、西村翔吾郎監督の花と蛇地獄編が上映ですね。モーニングショーは8月31日まで黒木和夫に出会うなということで、20日土曜日まで飛べない沈黙が、21日からフィルム代わりで27日までキューバの恋人、キネマ旬報ベスト10の第19位、主演は誰だっけな、長門博之の弟って何だっけ、あの人、あの人だったと思うな、出てこないね、
だと思います。まあこれで分かると思いますって、はい、レイトショー、8月2日まで東映ニューポルノのディープな世界リターンズということで、19日明日金曜日まで本田辰夫監督作品の女高生飼育、そして20日からフィルムガレで26日まで牧口裕二監督作品の賜り人ゆき、まあこれコメントもいただいた方いらっしゃいますけど、賜り人ゆきは参考でキネマ旬報を捨てての第56位でした、ね、それからモーク阿佐ヶ谷は現在そのユーリー・ノルシュティン特集がやってますけど、なんかあのホームページとですねこのチラシの裏の、作品がちょっと違うので、もしかしたら番組が変わってる可能性もあるんですけど、一応この裏にある番組で申し上げますと19日から25日の上1階ですね、デジャビュー、季節の狭間で、それから日替わりでこの週は何やんだっけ、この三つ竹クランド監督特集をやってんですよね。三つ竹クランド監督特集はどこにあるんだ、あここだ、三つ竹クランド監督特集の中で25日までは、カラジシ仮面ライオンガールとを上映しているということですかね。それから下、一応これ番組表では書いてあるんですけどホームページにはなくなってるんですけど、もしあれだったら問い合わせてみてください。19日から25日は某は恐れている、エルスール、瞳を閉じての3本が上映しているはずです。キネカ大森、19日からの名画座は、なかなか面白かったバイオレントナイトと、ミスターノーバディの2本立てです。これもで、ね、このチラシではアーガイルになってるんですけど、なんかアーガイルが上映できなくなったみたいですね。ということで、ホームページに行くとですね、このアーガイルも、バイオレントナイトに差し替えになってるみたいなので、一応皆さんホームページご確認の行ってみてくださいね。それからキネカ大森では19日から先ほど新作コーナーでご紹介しました私が俺の人生のロードショー、それからデッドデッドデーモンズデデデデデストラクションの交渉がムーブオーバー、それからさっき新作コーナーで紹介しました君に読む物語が25日までの1週間限定リバイバルということで上映中です。ストレンジャー、19日から25日まで、あこれ関係ない、さっきも紹介しましたチラシが埋まっちゃいましたからいいですね、ジョン・ヒューストン特集で光あれ、勇者の赤いバッジ、ゴングなき戦い、ザ・デッド、ダブリン市民よりが、上映になります。それから続映中で25日までの上映が悪は存在しない、あとまだケツが出てませんがパストライブスの再開が現在続映中ということですね。下北駅前シネマ K2 相変わらずちょっと遅めの、チラシをゲットしてきましたけど、これやっぱ遅いんだよな、いつも言うんだけど、なんとかなんないのかね、これ18日までの今配られてもさ、すぐ役に立たなくなっちゃうね、不思議ですね、うん、もう今日だから18日ってね、今配ってるけど、なんかコピーで出した方がまだいいような気がする、なんかちょっと違うような気がするんだ、もったいないよね、せっかくいい番組もやってんの。まあ、19日から How to Blow Up のムーブオーバーがノスタルジア修復版の再映がしずり旅するカジノキのムーブオーバーですね、から現在続映中で25日まで告白コンフェッション上映中、あとケツがまだ決まってなくて上映中がですねヒューマニストヴァンパイアシーキングコンセンティングスーサイダルパーソンと悪は存在しないが続映中ですね。下北沢トリウッドでは19日から夏のアニメ三昧2024ということでサンドランド劇場版配給、ゴミ捨て場の決戦が上映になります。で現在続映中なのがデッドデッドデーモンズデデデデストラクションの前哨と後哨両方とも上映しているはずなので、ご覧になりたい方はぜひお運びください。以上でございます。はい、ではおさらいです、はい、今週のシネマサロン課題作品は、フライミートゥーザムーン、墓泥棒と失われた女神、あの子は誰、化け猫アンズちゃん、以上4本にしたいと思います、はい、なんかリクエストをね、うん、お待ちしてるんですけど、結構限られた方のリクエストが多いようなので、
なんか皆さんリクエストしても関係ねえじゃんってことなんじゃない？選ばれないじゃんどうせとか。まあ選ぶあのリクエストしても別にあんまり体制に影響ないしみたいなところがあるんじゃないですか？そんなこともないんですけどね。ないんですか？迷った時は数がすごい多いとちょっとあれですね。ああそうですね。時はあります、ね。すごい多い時はね。時は。はい。ということで、はい皆さんのリクエストもお待ちしております。はい、どうもありがとうございました。